サンフレッチ広島、青山俊選手です大切な試合でキャプテンマークを巻いての先発そして勝利、どんなお気持ちですか、はいえー、本当に、えー、皆さんの前に久しぶりに、えー、このピッチに立って,て、はい、皆さんと一緒に戦えたってことが、えー、今日は本当にしかったですね。 ありがとうございました8年ぶりの満員のスタジアム、青山選手の目には、どう映りましたかまあやっぱり、このスタジアム、エディオン・スタジアムはいいなって、あの僕たち選手とファン、サポーターと、ここまでやってきた、こういう雰囲気で出せるのは、エディオン・スタジアムだけだと。 あの僕は思っているので。本当に皆さんありがとうございます。毎日毎日キックの精度を上げるために居残り練習をされてますけれども。ピッチで表現できましたか。そうですね。あのまだまだ。サッカーしたいです。今日の勝利で林選手を送り出すことができますね。今日は。 拓斗さんと、ね、一,緒に一緒にピッチに立つっていうそして、無失点で、ね、勝利するっていう勝利したいっていう、ね、そんな気持ちで、まあ、僕だけじゃなくてチームもファン、サポーターの皆さんもそう思っていたと思うんで本当良かったと思いますでは最後に嬉しい時も苦しい時もこのスタジアムで一緒に戦ってくれたサポーターの皆さんにメッセージをお願いします。はい えーそうですね、サンフレッチェ・ヨシマはこのスタジアムで成長してきましたしここまでね大きくなってきました、えー、これはエディオン・スタジアムがあったからこそだと思います、えー、そのスタジアムは変わりますが紫の日本一の、ね、サポーターとともに この大好きなクラブと一緒に新スタジアム行きたいと思います皆さん一緒に行きましょうありがとうございました青山利弘選手でしたありがとうございました